ロベルト・ハルティヒ、ロベルト・ハルティヒは、ドイツの林学者、植物病理学者、菌類学者である、ニーダーザクセン州のブラウン・シュバイクに生まれた、祖父のゲオルク・ルードビヒ・ハルティヒ、父親のテオドール・ハルティヒも林学者であった。1863年からベルリンで林業を学んで、1866年まで森林館として働いた後、マーブルク大学に入学し、 1867年にエーベルスバルで林業アカデミーに移った。1869年から林業アカデミーで森林植物学を教え、1871年から植物病理学研究所を運営した。1878年からミュンヘン大学で森林植物学の教授となった。モーリッツ・ビリコムと共に林業分野での植物病理学の基礎を築いた。 1878年頃、ドイツで経済的価値の高いブナのヤマイ液を研究結果を発表した。1883年には、松のヤマイ液の原因菌、ヘルパトリーケアパラシティカを発見し、1884年に皮膚病の病原菌、サーピュラ・ラクリマンズを発見した。菌類医学の分野でも働き、植物の外菌根の構造に関する用語、ハルティヒネットは、 ロベルト・ハルティヒの名にちなんでいる。キコブタケ科のキノコの種、フェロナス・ハーティジーに懸命されている。アール・ハーティグは、植物の学名で命名者を示す場合に、ロベルト・ハルティヒを示すのに使われる。ありがとうございます。